はい、お疲れ様です。イズログです。はい。で、今ですね、愛媛のみかんのバイト終わって、今日の、午前中に、愛しの我が家へ戻ってきましたよ。まあ、クソ寒いっすね。まあ、だいたいこんな感じの我が家です。で、なんか自治会長の人が、自治会長さんすげえ優しくて、この台所、台所のこれね、これの LED のシーリングライトがついてるっていうのを、わざわざ警察に連絡してくれて、警察経由で俺に知らせてくれました。なんでかって言ったら、あとね、ついてたのは部屋の電気が多分この2箇所なんよね。俺が帰ってきた時は蛍光灯消えてたからね。はい。そして今日は素晴らしい晩餐でござるよ。はい。ちょっとね、サンドイッチは食べたんでね、小腹はちょっと腹減ってしょうがなかったからさ。あ、で、ちなみにこれ。これはね、4年前か3年前のみかんアルバイターでね、絵が上手い人がね、向かいの農家さんで働いてて、その人の家に行った時に描いてもらった。うん、画伯って呼ばれてた、画家だっけ、画伯だっけな。まあ、そんな感じで呼ばれてる人で、未だに持ってます。はい。まあ、そんな感じの前置きをしたところで、だらだら喋りましょうか。はい。まあ、喋ることのメインっていうのは、今回のキロですね。そう。で、あとトップバリューでフラノビール出たんで、お疲れっす、自分に対して。地に悪いけど、お疲れっす。はい。ああ。で、まあ、新潟の8号線かな。俺は、ルート17から8号線目指したけど、17でダメになって、まあ、新潟の立ち往生ですかね。あのトラックの車列で捕まってました。まあ、本来であれば、福井からフェリーで一発でも帰ってきてるはずなんですよ。いや、でもそれが叶わず、すごいことになってたね。で、本来だったら8号線で抜けられたんですよ。でも、俺の前を走ってたトラックが立ち往生を起こして、それで、トラックじゃねえや、立ち往生じゃなくて横転したんだよね。で、横転して、なんか、通行止めのなんか赤旗じゃねえ、赤色灯を振ってる、土建屋だか、ネクスコの社員の人が、もう、トラックが横転して塞いでるから、もう8号線ダメって、柿崎だったかな。柿崎インターチェンジを過ぎたところら辺だったんだよね。海岸沿いの、踏切を越えていくところ。そこだったんだけれども、まあ、そこからが始まりだったよね。うん。で、高速で帰ろうと思ったら、ちょうどね、柿崎インターチェンジも、なんとなんと、寸出のところでね、通行止めで、なんだっけ、森本だっけな。その前はね、高速乗ってて降りちゃったんだよね。石川から、高速乗って、うん。なんとか森本だったっけな。そこで降ろされちゃいましたね。さすがにあれはね、高速はダメだわ。使えない。で、で、まあ17号入って、立ち往生の行列に捕まっちゃったところなんだけど、やっぱりきつかった。だってもう軽自動車のね、車高よりも雪積もってたし、変に溶けてる。うん。なんかね、変に溶けてた。マンホールが雪溶かすのはしょうがないんだけど、
そのマンホールの穴がね、邪魔なんよ。それで立ち往生しちゃうよね。あのマンホールに片輪ドンって落としちゃって、片輪タイヤついてればいいんだけど、腹がつっかえるんだよね。で、しかも FF とかでしょ。そりゃ立ち往生しますわ。そういうところをかいくぐって、17号まで行ったんだが、しかし無理だった。うん。力尽きたね。で、そこでね、トラックがね、必ず立ち往生してるところがあって、すごい深いんよ。で、なんであんなところだけ削れて、もう大体20センチぐらい氷の厚さがあるんだよ。アスファルト見えてて、アスファルトから20センチか30センチあるんだよね。なんでこんなところでこんなボコなんだと思ったらさ、それまで立ち往生しかかった車がそれで脱出してたんだろうな、なんていう想像してました。で、まあ今僕、あそこエブリーじゃなくて本当良かったなって思うのは、カーゴちゃんのパートタイムながら四駆機能があるっていうのはでかいっす。でも四駆機能を用いてもちょっとダメでしたね。どっかでチェーン履きたかったんだけど、チェーンを履く場所がないんだよね。車列にの流れに乗っていかなくちゃいけないから。で、結局埋まったんだよね。なんかすげえ地面傾いてて、横流れっていうか横滑りして、ドンって落ちた感じ。あれは焦る。でね、やっぱ立ち往生すると焦るわ。うん。で、あ、やべえ、やっちゃったっていうのと、あ、動かない、どうしよう、もうどうもできねえっていう、焦燥感と、罪悪感だよね。後ろ振り返れば車列があるから、あ、俺のせいでやっちまったとか、なんかこうじわじわ来るんよ、腹の底から。それに駆られると判断できない。状況判断ができない。ぼーっとしちゃう。だって任意保険のロードサービスに電話することすらしなかったけどね。でも、したところで、車列に阻まれてどうせ来れないっていうのは分かってたか、そういうのが来れないからね。まあ、どうもこうもねえなと思ってたんだけど。じゃあ、マグロいただきます。でも、途方に暮れるってそういう時なんだよ。で、その時に、ダンプのうんちゃんが声かけてくれたんよ。あ、ハマっちゃったんですかみたいな、すげえ気さくにさ。あ、すいません、やっちまいました。つって。いやー、ちょっと頑張って出ましょうか。つって。すげえ優しいよ。トラックの運転手さん。まあ、車列が動かないから、助けに来てくれたっていうのもあるんだけどね。なんかね、動かない車列が50メートルぐらい先にあって、俺がいるところが50メートル手前なんだけど、その50メートル区間がすごいどこも穴だらけなんよ。だから多分、車高の高いトラックは横転すると思う。それぐらい深かったから。で、まあ、立ち往生してるトラックもいたからさ。で、その、うんちゃん三人がかりでさ、助けてもらって、で、最初、トラックのうんちゃんに、引っ張ってもらったんだけど、牽引ロープ積んでるから、なんと、テンションかけてからゆっくり引っ張んなくちゃいけないっていうのを知らなかったから、思いっきり、ブンってこう、引っ張ってもらったもんだから、バーンつってさ、切れたんよね、牽引は。牽引、伸縮するタイプのやつじゃなくて、安いやつね。うん。脱出するだけのためのワイヤーなんだけど、あれ、切れるとすごい音するね。うん。で、みんなでさ、俺を助けてもらうのに、車の取扱説明書とかさ、工具箱ひっくり返したりとかして、なんやかんやして、あ、すいません、どうもありがとうございますってね、少し泣いてたな。絶対あれ涙出るよ、ほんと。俺は泣いてたな。うん。だからそれまで、トラックの運転手さんとかね、ディスったりとかはされてるんだわ。実はツイッターで。新潟の風物詩として、ネクスコのぐたぐたっぷりと、トラックの運転手さんの、トラックの立ち往生から大抵始まるんだってね。過去のツイッター見ると。で、俺もそれを、ヤフーニュースとかで見て、なんでトラックの立ち往生、トラックの横転って出て、通行止め情報出るでしょ。でも、あれ見て、いい加減せよとか、正直思ってたんだよ。でも、ところがどっこい。しょうがないわ、あれ。うん。しょうがない。
だってトラックのうんちゃんだって仕事があるし、トラックの運転とかね、俺は軽貨物の U パックの配送委託しかしたことないけど、長距離トラックの人たちって、かわいそうだわ、本当に。だって休憩の概念とかあんまりないもん。で、交通ど、ね、道路の状況に左右されながらね、納期が遅れるとかで文句言われたり、ガス使いすぎだとかさ、文句言われたりとか、かわいそうだよね。で、やっぱりその、低気圧に捕まる前に走り切るとかさ、そういう打算はするんだよね。でも、運は悪く捕まっちゃったとか、そういうのがあると思うんよ。でも、やっぱりそうやって立ち往生っていうのは結構経験済みの人が多くて、最後ね、何で抜けれたかっつったら、みんなでスコップで掘って、俺が持ってたあの、ね、悪路脱出用のプラスチックの板があるんだけど、2000円ぐらいで売ってる。あれはね、鼻くそも役に立たなくてね、コッパみじんになったわ。で、何で助けてもらったかっていうと、わざわざ多分車中泊用のね、あれ毛布だと思う。ダンプの運転手さんが、いや、じゃあちょっとこれ使ってみようって、もう毛布はいいからさ、こんなんだしって。で、その毛布をズタズタにさせてもらった結果、俺がさ、出れたんよ。うん。いや、あの時ね、すげえ感動した。マジで感動した。だからね、全力で懺悔とね、全力の懺悔と感謝とね、お詫びをした、心の中で。それまでさ、トラックの運転手さんディスってたからね。俺、立ち往生しやがってとかさ、チェーン巻いて来いやとかさ。いや、でもね、まあ、さすがに、口には出してなかったけどさ、そういう人たちに逆に助けられててさ、ディスってたことがちょっと若干じゃなくてね、たまらなく恥ずかしくはなったよね。うん。うん。だからあの、立ち往生するとなんかね、一体感があるんよ。で、助けてくれたうんちゃんのうちの一人かな。うん、大丈夫だよ。俺もハマってっから、みたいな。え、あなたでもですかみたいな。それでちょっと若干笑いがこみ上げたんだけど。ねえ、だからみんな、あ、オタクもハマったの、いや、うちもなんですよ、みたいなところの一体感はちょっと面白かったっす。うん、めっちゃ面白かったよ。でもまあ、それ助けてもらっちゃったから、まあ何が言いたいかっつったら、四国のお遍路参りで施しっていうのがあるんだよね。お遍路さんにおにぎりとかを無償であげる農家さんって実は何軒かあって、やっぱりその、うん。なんて言うんだろうな。気力がなかったりね、まあ、外ごもりプレイスの話に無理やりこじつけするけど、やっぱりそういう、ダメ、なんかね、元気がなくて、げんなりしちゃった人とか、もうどうでもいいやっていう風になっちゃった人は、やっぱり助けてもらいまくることだと思う。うん。やっぱりその人の優しさに触れるとなんかすげえなんか、なんだろう、湧いてくるよ。俺も、ああしてみようかなとか。だって俺もちょっと板積んでスキー場行こうと思うもん。で、誰かは助けれると思うし、自分も助かるから。うん。板と、牽引用ロープ買い直しと、ケンスコと、あとバールかな、氷砕く用の。で、あとは、ちょっとゴムマットでも、持ってこうかなっていう感じです。最悪、車中泊用の布団を持ってこうかなって思います。うん。それだったら誰か助けられるから。やっぱり助けてもらうことってなんかね、湧いてくるんよ、いろいろ。まあもちろんどん底すぎる人は、それまでの借金がめちゃくちゃマイナスなわけよ。あの、ハンターハンターで言えば、そのポットクリーンの、年、オーラの利子がめちゃくちゃあって、それをさ、生産しなきゃいけないんだけど、ダメージ与えて。でもそれできないぐらい、しょんぼりしちゃってる人は、それが、プラマイもしくはプラス100か200になるくらいまで人の施しとか人に何かしてもらわなかったら立ち直れないんだと思うんだよね。うん。だから四国のお遍路参りで誰かね、施し受けるって悪いことじゃないし、多分その施しを受けない限りは無理なんだよね。だから、ああ、でも優しくしてもらうとね、ああ、なんか元気出る。これ甘えとかね、たかりじゃないんだよ。人の良心に対してね、両親をも、ね、もう、むさぼる小じきではないんだけど、ね、そんな感情を、あの三人のダンプのうんちゃんと、あと、声掛けしてくれに来た自衛隊の人にすげえ、マックスの感謝をしましたね。そんな感じの
新潟での体験でした。ではでは。